堺自然触れあいの森は、大阪府堺市の南部丘陵エリアにある都市公園。大阪府堺市の緑のシンボルエリアである南部丘陵エリアに位置し、豊かな自然環境や多様な生き物の生息空間を保全するため、市民共同により、後世に残す里山公園である。周辺環境との連続性を踏まえながら、自然環境の保護、活用。 復元を図っていく、里山の保全を目標とし、市民ボランティアの活動による森の整備を行っている。また、森の学校をテーマに人と里山との新しい関わり方を模索する場を目指しており、園内散策のほか、休日を中心に様々な自然体験学習のイベントや講座が開催されている。また、保育所や幼稚園、小学校などの遠足や、 公害学習でも活用されており、現地職員によるプログラムに参加することができる。2006年の開園と同時に指定管理者制度が導入され、現在は大阪ガスコミュニティライフ株式会社と株式会社生態計画研究所で構成される OSSEPR グループが指定管理者として管理運営に当たっている。また、 市民共同の担い手として NPO 法人一ックラブが公園の支援活動を行っている。ありがとうございます。